天皇皇后両陛下が東日本大震災のチャリティーコンサートを鑑賞し、被災地の高校生による合唱などをお聞きになりました。このコンサートは震災直後から毎年開催されていて、おととし陛下が心臓手術を受けた直後を除いて両陛下が出席されています。両陛下は1時間余りにわたって詩の朗読やふるさとなど13曲を鑑賞されました。終了後には合唱に参加した福島県いわき市の高校生と懇談し、歌声を聞かせてくれてありがとう、お友達は大丈夫でしたかなどと声をかけられました。コンサートの収益金の一部は震災で親を失った子どもたちの奨学金として寄付をされるということです。